はい、プロゴルファーの横田慎二です。いたずら坊主がやってきました。56度のウェッジでどこまで飛ぶかやってみたいと思います。じゃあちょっとまず普通に打って大体試合とかでやる感じでマックスどのくらい飛ぶかっていうのをちょっとやってみたいと思います。ですね、僕の56って書いてあるんですけど、まあ、57度で、大体95ぐらいまでですかね、狙うの。はい、じゃあちょっと実際どのくらい飛ぶのかっていうのをちょっとやってみます。ちょっと飛ばすときは右足に置いてちょっとこうドロー目でいくんですね。こういう感じで、これで今ね思いっきり振ったんで104ヤード飛びました。これまあ結構フック目に入れてね、まあ、スピンも入ってるし、じゃあちょっと飛ばしてみます。どうやって飛ばすかっていうと、このねトップさせるんです。ここに当てるんです。ここら辺にここかな。でちょっとアッパー目に入れてこういう感じでこの辺狙って当てます。ここに当たったら多分転がっちゃう、まあ、本当のこの赤道のあたりですね。赤道のちょっと下ぐらいこの辺が当たればいい。この辺入っちゃったら多分もうフェーズに乗っかってきちゃうからあんまり飛ばないと思うんですけど、ちょっとやってみたいと思います。150は飛ばしたいね。いきます。どうだろう。177取れました。 OK。 でももう今の結構もう限界だと思う。あれより低かったらあれよりトップさせたらどうなんだろうね。ちょっともう一回やってみましょう。これもまあまあいい線いってるよ。いい線いってる。179。もうちょっとトップされますかね。どうだ。これもう結構な限界だと思う。ヘッドスピードも上げたし。おお190。190いくんだね。この間ドライバー1本でラウンドしたんですけど、まあ、その時は、まあ、ある意味苦戦した部分もあるんですけど、この3本でラウンドするっていうのも、まあ、ちょっと190ヤードぐらい飛ばせるのであればなんか可能性あるのかなと思います。うん、またパーね。でもパッティングも難しいですよね、これはね。うん、まあ、ちょっといろんないたずらをやってみております。最後までくだらないネタでご清聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。